ヒドラゾンの一般構造式、ヒドラゾンとは、有機化合物の内カルボニル化合物、R2 と、ヒドラジンあるいはヒドラジン誘導体とが、脱水縮合した構造 R1CR2 を持つ、化合物群のこと。複素関式化合物などへの合成中間体として、用いられる。また、反応中間体として現れることもある。移民の部分構造を持つことから、塩基性や、肺性を示す。 酸や塩基の水溶液で処理すると、加水分解を受け、元のケトンとヒドラジンに戻るが、その反応性は、置換気の種類や、立体障害により異なる。炭素上の立体障害が小さいヒドラゾーンほど、加水分解を受けやすい。通常は、ケトンとヒドラジンの脱水縮合で合成する。カルバニオンとジアゾニウムイオンが結合してできるアゼンが、互い変異性化すると、 ヒドラゾンとなる。上の例は活性未知ン化合物の反応であるが、活性未知ン化合物を基質とした場合は、電子球引元が脱にした生成物が得られる場合があり、ヤップクリンゲマン反応と呼ばれる。イミンやカルボニル化合物と同様に、炭素上が電子不足になっているために、吸覚剤の攻撃を受ける。吸覚剤が水や水酸化物イオンである場合が、 加水分解である。旧電子剤は反対側の窒素を攻撃する。例えば、ハロゲンカアルキルでアルキル化することができる。アルデヒドのカルボニル炭素と結合し、アジンを与える。ヒドラゾンに水素化、リチウムアルミニウムを作用させると水素化を受けて、ヒドラジンとなる。酸化銀で脱水素させ、ジアゾ化物に変える反応がある。ウォルフ・キッシュナー還元では、 ケトンとヒドラジンから最初にヒドラゾンができ、さらなる強塩基の作用により、窒素分子が脱離して、メチレン化合物に変わる。ヒドラゾンはまた、フィッシャーのインドール合成やエッシエンモーザー、田辺回列の中間体として知られる。セミカルバジド NH2 とカルボニル化合物から得られるヒドラゾン誘導体は、セミカルバゾンと呼ばれる。2個のヒドラゾン元が隣接した。 化合物 CR は特にオサゾンと呼ばれる。常実のようにヒドラジンと二分子のカルボニル化合物が縮合した化合物をアジンと呼ぶ。特にアルデヒドから得られるアジンはアルダジン、ケトンから得られるアジンはケタジンと呼ぶ。ありがとうございます。